外国資本がどん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 日本のあちらこちらで買っているっていう情報があります。日本を強く、現場に誇りを。家の隊長、佐藤正久の国会教室、今日もよろしくお願いします。今日は安全保障と土地法制、安全保障の観点から土地の取得あるいは利用というものがどうなっているかというものを調査をする法律、場合によっては規制をかける法律、この必要性を3月5日の参議院予算委員会で菅総理あるいは関係閣僚と意見を交わしました。まずこれです。中国の国防動員法、2010年に作られたものです。有事には中国の国内外の中国国民に全てを軍に動員できるというもの。もう一つは国内外の国民の所有物を必要に応じて徴用できる。日本にも多くの中国の方がいます。いざとなったら彼らは軍人という形で動員をされたり、あるいは彼らが持っている所有物を必要に応じて徴用できる。これは恐ろしいですよね。日本に中国の方が土地を持ち、そして建物を持ち、それがいざっていう時に違う目的で使われてしまう。例えば狙撃、あるいは盗聴、あるいはこの爆弾を仕掛けるための拠点、いろんなことが考えられます。普段はそうではなくても、いざっていう時にそういう目的に使われる可能性は否定できません。なかなか外務大臣はこの中国国防動員法、これについての懸念というものを明確にはしませんでしたけども、やはり安全保障というのは相手の方から考えないとダメなんです。自分が相手だったらどういう形でこの有利な環境を作るか、茂木外務大臣しかいないんですよ。中国の立場に立って警鐘を鳴らす役割を持っている大臣は、中国であれば法律を使ってこういうことができる、これはイラッとなって危ないよということを警鐘を鳴らすのがやっぱり外務大臣の仕事だと私は思います。実際日本においては土地は個人のものという思いが強くて、実際に私の権利、私権というものが非常に強い。土地が狭いから1メーター2メーターで争ってきた歴史もあります。アメリカのように広大な土地であればそんなにこだわらないかもしれない。でもそもそも土地は公のものだという発想が先進国の社会通念としてあります。土地は個人のものなのか公のものなのか、これによって全然違います。じゃあ大事な土地、どういうところがあるか。例えば防衛省の施設、米軍の施設があります。これは防衛省の資料ですけども、この下の方にある黄色で囲ったるところが海上自衛隊の横須賀基地、またはその桟橋です。真ん中の森の高台のところに赤い丸があります。これが私も行きますけど問題の土地、この辺り一帯がそうです。この赤い点から見るとこの上の方に枠がありますけども、すべて船が動きがみんな見えてしまう、そういう場所です。動きが全部見える。これは2008年に護衛艦アタゴが聖徳丸の漁船と衝突し、船長以下2名が、聖徳丸の方が亡くなりました。その後アタゴはまさにこの横須賀の方に係留をされ、そこで海上保安庁の捜査を受けました。当然乗組員は外出できない。よってその頭の甲板の上でみんなで体操していた。その模様がある週刊誌に載りました。甲板体操という形で出ました。びっくりしました。これどっから撮ったんだと。こんなものが見えてしまうのか。そして私自身が行ったらこの場所があったんです。で、この場所、その後ある日本人が買いました。そしたら中央の方がその持ち主のところにやってきて、この土地を売ってくれ、これはやばいと、その人は断りました。全部見えちゃうんですよ。で、次に今度はロシアの方が売ってくれって来ました。持ち主は売りませんでした。でもこういうことが続いたのでやばいと思って、こういう状況を当時の防衛庁の方に2度手紙を長官宛に書きました。全く返事はないということで、今度は
アメリカ大使館のシーファー大使に手紙を出します。そしたら2週間以内に大使館の方が来たそうです。この感覚の差、これが安全保障に関する土地に対する感覚の差なんです。実はこの高台からは海上自衛隊のこの基地だけではなく米軍の基地も見えてしまうんです。米軍の横須賀基地、空母も入ってきます。潜水艦も入ってくる。いろんなものが入ってくる。見えてしまう。本当に調べようと思ったらいろんなことが分かってしまう。艦長の癖も含めて。でまたここで本当にやろうと思ったらここから甲板に向けてロケット砲を撃つことだってできます。またこれは海上自衛隊の対馬防備隊、この真ん中の青い部分が海上自衛隊の基地、こちら側のピンクにかかっている部分、そしてこの赤枠の部分、これが韓国に買われた土地。そしてまたこの下の方にあるちょっとした建物が赤くなってますけども、ここの旅館も買われました。全くこの驚きです。隣接してるんです。しかもここは見てわかるように入り江になってます。これは元軍港なんです。非常にいい場所。これは元真珠工場でした。それが韓国の手に渡ってしまった。そしてこの韓国のこの資本の土地の中には天皇陛下の行幸の碑まであるんです。当初この真珠工場の持ち主や防衛庁の方に、自衛隊の方にこれを買ってくれと申し出がありました。で防衛庁は買わなかったんです。で仕方なく韓国資本の方に5000万円で売った。5000万円ですよ。防衛省が買えない額ではない。今相当後悔をしている方々もいます。ましてや隣接地、天皇陛下の行幸の碑もある、港としても使える、そういう場所なんです。今こういうような形で外国資本がどん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 日本のあちらこちらで買っているっていう情報があります。防衛省も数年前から調べるようになりました。私も当選をしてからこのまさに、10年かけてこの問題に取り組んできて、もう議員立法としても公明党と防衛省の施設についてはかなり握って条文も作り、国会答弁用の Q&A もできていました。ところが私も公明党の担当者も政府の方に入ってしまったために、それが一旦2017年頓挫しました。今回菅総理が総理になられて、これはやらないとダメだ、総理のリーダーシップで領土担当大臣の小此木大臣やれということで、まあ、ガーッと動きました。なぜこれが法律が必要かというと、防衛省が調べようと思ってもそこにはいくつもの壁があります。登記簿というもの、これは誰でも見れる、それしか見れないんです。わざわざその登記簿をこうたぐってたぐってこう調べる。でも登記簿って結構いい加減で、私が仮にある土地を相続するときに登記簿の手続きが面倒だと思えば怠っても罰則あります。私がどちらかに引っ越す、あるいは外国に引っ越すという場合でも、住所を変更するということもしなくてもいい。国籍もあえて隠してはありません。非常にそれだけだと誰が本当に持っているのかわからない。亡くなっている方が持っている土地も結構あります。これを分かるためには総務省が持っている住民基本台帳とか、あるいは財務省が持っている課税台帳とか、いろんなものを突合しないとダメなんです。でもこれは個人情報保護法の壁があって、法律がなければ財務省も総務省も台帳を防衛省に見せることはできません。省庁の縦割りの壁がここにあります。しかも法律がなければ所有者にそれを確認するということもなかなかできない。やはりそれなりのものが必要です。3月5日の参議院の予算委員会、海上保安庁長官に来ました。海上保安庁の施設の周辺の土地調査、これやってますか？やっておりません。これが現実なんです。原発の周りもやっていない。水源もそうです。あの五島列島、あるいは沖、そして石垣のような国境離島におけるそういう海上保安庁の施設、その周り、誰が持っているか、建物で監視されることもあります。実際に尖閣に石垣や宮古、あるいは与那国の漁船が行くというときに、なぜか中国の海警局の船は間髪入れずに漁船に近づいてきます。
当然レーダーがあってある程度は分かるかもしれませんけども、でもあんだけ広い海域、誰かがそれを教えなければあんなに簡単にいかないと思います。おそらく誰かが見てるというふうにも思います。いうふうに海上保安庁の施設も大事、まだ国境離島やっぱ住むのなかなか大変です。例えば山口県の萩市の沖にある三島、見る島って書きます。これは航空自衛隊のレーダーサイトがあり、まさに対馬海峡を見ている国境の大事な島です。人口が約700人、でも高齢化どんどん進んでいて、高齢化率が 60%、 つまり400人が65歳以上、0歳から64歳までが約300人、300人のうち自衛隊とその家族170、残り130人です。130人が0歳から64歳までの島の人口、どん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 耕作放棄地が広がっていく、空き家も増える、そういうものをある国が悪いと思って買われたら、これは航空自衛隊の機能も発揮できない可能性がある。対馬もそうです。対馬の人口の何倍もの方が釜山の方から観光客で渡ってくる。どんどん土地もあるいはその建物を買われていく。これではやっぱり守れません。やはりそういうのであれば、やはりある程度の地域、重要施設の周りエリアを指定をして、そこをしっかり調査をする。調査をして不具合、やっぱりこれはどう考えてもおかしいなれば、その利用に規制をかけるっていうことも私は必要だということで、まさに今回政府と調整をして、この法案、これまだ細部今公明党と調整中なので、の細部は説明いたしませんけども、そういう法律が絶対必要だ。3月5日の予算委員会でも菅総理の方から、私もこの問題については逐一報告を受けている、施政方針演説でも総理は述べられましたが、何としてもこの国会で成立をさせたい表明されました。これからこの法案、何としても今国会で成立すべく、私も領土特命委員会あるいは安全保障土地法制委員会の委員長代理あるいは幹事長として、この問題成立に向けて質疑取り組んでいきます。100点満点ではありませんが、まず風穴を開けるという意味でも非常に大事な一歩だと思っています。これには5年後の見直し規定がありますから、さらに水源とか大事な部分についても広げていきたいなというふうに思っています。どうか皆さん、この思い共有してください。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。